たくまです。ゆきです。しゅんです。シャラクラブです。お願いします。こんにちは。やっと会ってきた、はい、ということで、はい、今日はですね、はい、あのコメントでいただいた、はい、最初に揃えるべきおすすめ定番アイテム、はい、についてはい喋っていこうかなっていう、はい、フリートークしながら、うん、何がいいかなっていうのをちょっと喋っていこうかなって思います、はい、これはさ、あれなのかな、コメントされしてくれた方はさ、うん、なんだおしゃれ、おしゃれというか服を好きになり始めっていうことなのかな。その一応ね、なんかね、うん、あのコメントではね、うん、あのおしゃれな人に見えるようになるための、なるほどね、うん、でポイントとしてはまあ最初というか、うんうんうん、おしゃれ、まあ初心者って言い方はどうなんだろうね。え、みんなさ、ちょっとそれるかもだけどさ、うん、何きっかけで服好きになったの？俺は、うん、もうサッカー部引退してからぐらいじゃないかな。高3？ しっかり興味だ持ち始めたの。それまではもう別になんか適当に。それ何、友達と服見に行ったみたいな。なんかね、俺兄貴が、兄貴がいたから。そっかそっか。そう、4つ離れてる兄がいて、なんかそのね、やっぱ分かんないから聞いたりさ、うん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 、ご教授いただいて。なるほどね。今もお兄ちゃん服好きって言ってたもんね。うん、好き好き、もうおしゃれさんですよ。シンコははっつって切れるの早くない？1日でも雑になってきっかけってなんか別にないんだよね。そのさ、何、いつから、いつから小学生かな、っていう。なんかこれが欲しいとか、自分でなんか示すようになったのは小学生。早いね。高学年、中学年、高学年ぐらいだっただなっていう記憶がある。勇気は、でも俺も多分小学校高学年ぐらいには親と一緒に買い物行ってどれ着たいとかは言ってた気がする。だけどちゃんと服好きになったのは高1、うんうん、なんかその多分俺のクラスメイトにおしゃれな子が多くて、で、まあ、地元は神奈川ってのもあったから、なんか休みの日とかにあの下北とか、そこで多分俺風流を知ったんだよね。だそのコメントでさ、うん、さおしゃれに見えるアイテムだっけ、うん、なんかマジでさ、おしゃれかどうかって思うの人それぞれやん。そうだね。マジでみんなさ、どうなんだろうね何を思ってさ、まあ、やっぱ流行りなのかな、ね、その流行りってことなのかな、そのそのハマってくのもさ、ね、環境によって違うじゃん、多分そのいる環境とかさ、周りの環境とかで、ね、結構さ、あのコメントありがたいんだけどさ、結構むずいよ、ね、難しい、ね、これは難しいね。なんか議論しがいがあるっていうかさ、俺結構さ、おしゃれイコールさ、あんまり人と被らないみたいなさ、そのやっぱそういうのも入っててさ、みんなが履いてるから今流行ってて、それがおしゃれに見えるなのか、うん、みんなとちょっと違うけど自分はかっこいいと思ってるものがおしゃれなのか、うん、その違いも結構さ、うん、あるよね、その見え方によってやっぱり違う。そうだね、そのおもろいところだね、それが、うん、でもちょっとまあ間違いないとは思うんだよね、その、うん、あのトレンドというか流行ってるもの、うん、アイテム、うん、ちょっと差し込むのっていうのは、うん、いいと思う気はするね、うん、俺がこれを質問いただいてパッと思い浮かんだのが、今ちょっとさ、なんていうの、テック系、うん、でちょっとゆったりめのシルエットで、あのちょっと裾が絞れる感じのシルエットにすごい今いけてるなと思って、うんうん、結構何でも合わせやすいし、なんかそのパンツ1個履いてるだけで結構バランスも取りやすいしっていう、うんうん、なんか俺は結構、まあ、それこそロトルとかさ、結構いいなって思うな、うんうんうん、そう靴とかで行くのは、うん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 、意外と入れやすいかもしれないな。うん、
最初に揃えるべきおすすめ定番アイテムって聞かれて、なんかそれこそ例えばだけど、じゃあコンバースじゃんとかさ、なんかじゃあバンズのオーセンティックじゃんとか、何にでも合わせやすいって面ではそうだけど、おしゃれに見えるかっていうのはやっぱその結局そのトータルのバランスが関わってきちゃうから、何とも言えないというか、定番だからこそそれに限ってちょっとクロート感がいるというか、そういうところもあるんだよな、アイテムによっては。確かに、そう、10年前から唯一と言っていいほど変わらず定番化したものが、タグマの中で、世の中的に1個だけあると思ってて、ワイドパンツ。あ、まあまあそうだよね。そのいわゆるそのファストファッションのところでかなりその世の中に定着したものの一個かなみたいな。最近またさ、サイズがさ、そのちっちゃくなってきてんじゃん、ちょっとタイトめがいいんじゃないかみたいな。そのトップスの丈は短くなってるけど、でもそれと相反してそのパンツ細いのいいよねみたいな言ってる人はまあいなくないみたいな。確かにね、楽ってのもあるしね、あとバランス取りやすいさもあるし、だからその最初に揃えるべきっていう面では、その極太じゃなくてちょっとゆったりめなワイドデニムとかは、その濃くも薄くもないやつとかはもう優先的に買ってもいいのかなみたいな。なんかちょっとゆったりしてるだけで、あ、この人服好きなんだろうなっていうのが分かるよね、そこのサイズ感のバランス、トータル的に大事かな。確かにね、おしゃれな人は大体そのトップスとパンツ、シューズのこのトータルのバランス、その丈感がを間違えないっていう、個人的に思ったりするかも。確かに、それだけでおしゃれに見えたりするし、太いパンツだったらねミスがないよね。今だったら結構タイトなトップス合わせるのもいいし、別にね、ちょっと太いパンツに上もオーバーサイズのトップスでもいいし、なんかスキニーパンツとかさ、なんか流行った時もあったじゃん。でも今それ流行ったとしても、いやー無理だな、履ける人も限られるし、スキニーパンツとかって、なんかそもそも足細くてさ、足が長い人しか基本的には間に合わないと思うから。でも今流行ろうがなんか履くのかなって思うね。確かにね、っていう人が多分ほぼだから流行らないかもな、もう。分からんけど、分からんよ、コレクションでさ、ハイブランドが好きにやったら言うかもしれない。間違いないものってまああるとは思うよ。しかもさ、間違いないプラスおしゃれに見えるやつ。そうね、結構やっぱあると思うよ。やっぱ最近多いのはやっぱ結構バギー系のパンツも多いよね。この質問来て、バギーパンツなんかいいのあんのかなみたいな感じで調べたら、ギャップ、ギャップのデニム、なんか太くも細くもない、あれいいよね、あるよね、ちょっと太いみたいな。ギャップはいいよ、本当。でもギャップってさ、普通にいいものじゃん。8500円ぐらいだったけど、なんか色もすごい良くて、これで8500円、なんかまああのシルバータブ買いなよってもう言えないぐらいさ、もう金額には、もう結構ついてたりするのもあるから、別にそれを無理に買わなくても、まあそのこれじゃなきゃ嫌だっていうこだわりがないんだったら、全然そのギャップとかのやつも全然いいなって。ザラとかも結構デニム出してるし、本当いいと思う。そのファストファッションが出してるアイテムを買うっていうのがいい気がする。なんかそういうことじゃん、ファッションが出してるんだよね、最先端トレンドの、
か無理にそのブランドですごい結構エッジ効いたそのもので、5万も6万もするものを、うん、まあ、その手を出す価値がその人の中で見出せてるんだったらありだと思うけど、なんか流行ってるからそれ言って、でも別にそこに自分の中でそのこだわりがないみたいな感じだったら、だったら安くてかっこいいものが良くないって思っちゃうから。確かに俺もギャップこの間たまたま入って、シルエットごとにそのデニムが、うんうん、あのデニムが並んである、うん、なんか広告があって、最後のこっちの方にバギーシルエットってやつがあって、うんうん、そのシルエットがめっちゃ良くて、いやもう多分一緒いいよねあれちょっと気になった、あれはちょっとギャップあんまり買ってこなかったけど、うん、なんか良さそうって思った、うん、かっこいいやつだと思うんだよね、うんうんうん、その全部のアイテムがっていうわけじゃないけど、それはねそのブランドにもよるし、別に好きなブランドでも欲しいのと欲しくないのがあるのと一緒で、あと割とやっぱさ、トップスよりさパンツの方をさやっぱ固定させた方がいい気がするんだよ最初の方は。わかる。トップスはもう好みでいいんだよ多分、あと合わせ、うんうん、パンツから始めた方がなんかやりやすいと思う。確かに1個削るじゃないけど、うん、自分の好きなものを固定させるっていう意味ではいいかもしれない。そうそうそうの方がなんかトップス合わせだと結構パンツって意外とさ理想の形とかにたどり着くの時間かかったりするやん、その、うん、ここもっとこうなんだよなみたいな、うん、でパンツからいった方がなんかトップスの種類とかめっちゃあると思うから、うん、いい気もすんな。なんかさ俺友達にさちっちゃいおじさんがいるんですけど、ちっちゃいおじさんって言うちっちゃいおじさんがいるんだけど、そのちっちゃいおじさんが服もそんな興味ないのよ、うん、まあ自分の中でのそのスタイルがあって、うん、めっちゃこだわってて、その丈、うんうんうん、パンツの丈はあのくるぶしがちょっと見えるぐらい、で細もう渡り幅はもうこれぐらい、でトップスの長さはちょっとお尻隠れないぐらい、うん、なんかちょっと上目かな、まあなんかあって、で靴は絶対コンバースっていう、ボロッボロのコンバースね、ボロボロの、でもねやっぱねかっこいい、似合ってるかっこいいんで、ワーク系のねオッピー、そう自分の体型をやっぱり理解してて、なるほど、かっこいいな、この丈感が自分の中一番いいっていうの分かってるんだよね、だから別にそんなにめっちゃいいブランドとか着てないんだけど、そのかっこいい、うん、確かにそういうのはあればあれでさ、まあ探しやすいというか、逆に絞られるけどそこ狙うだけだから、うんうん、そうだね、うん、確かに自分の好みを見つけるのもやっぱそうだね、大事だよね、大事、いろいろ試さないといけないみたいな、うん、感じはあるしな、うん、爆発だよね、ぶっちゃけさ服買っても一瞬で違うわって、いやあるある、一回着てさやっぱあ違うなってことってあるあるだしさ、あれなんなのあのさ、あれもう何の試着の時はめっちゃよく見えるけど家買って帰ってきて着たら違うみたいな、あれなんなの、うん、あれはあのあれなんだったとないんかい俺結構学生の時は古着屋さん行ってたけど、店員さんスタッフさんと話すのが結構楽しくて、別に服買わなくても喋りに行ってたりしてた、結構古着屋とか特にそうだよね、服古着好きな人はさ本当に遊びに行って店員さんとおしゃべりするっていうのが楽しいってことあるもんね、ねえ、なんか勉強台だと思ってたもん、なんか、はいはいはい、そのそうね、物もその買うけど、うん、会話も含めてその勉強台みたいな、いろいろやっぱり教えてくれる人たちがいたから、うん、俺らの服装見ていいなって思ってくれるように、うん、俺らも発信していけたらいい、確かにね、なんか聞かれてることに対しては答える気もするけど、その、うんパンツから行った方がいいんじゃないかなっていうとか、うんうん、そういうことか、あ、まあそうか、お好みを見つけてっていうね、まあ、具体的に答えられそうなものがあれば、うんうん、あの僕らもちょっと答えていこうかなと思うんで、うん、
なんかお気軽にコメントください、うん、すぐこういう議論になるんで、あのコメントしてくれればチャンネル登録と高評価コメントお願いします。はい、また次の動画でしっとりお会いしましょう。はい、それでは皆さん、おしゃれを楽しんで、ん？おしゃれを楽しんで、自分のね、あのスタイルを見つけて、はい、いけたら、それだけでかっこいいと思うんで、うん、あ、本当そうです、そうだね、はい、うん、それです、まとまりました、はい、そういうことです、はい、今日は、はい、締めさせていただきたいと。まあ、難しいよね、あの、まあ、自分で見つけるもんみたいなとこあんじゃん、うん、スタイルは、うん、だからね、決してこれを買ってくださいみたいな、そんなあれはね、うん、ないから、ね、できないから、言った方がいいかな、言った方がいい、まあ言った方がいい人もいるよね、やっぱね、まあ、やんわりです、うん、なんかやんわり太いパンツねってやんわりやんわりやんわりよ、太いパンツがいいんじゃないでしょうかってやんわりだな、とりあえずやんわりだな、やんわりだね。